はい、やってまいりました。近くの公園です。こちら滑り比喩ですね。久しぶりにちょっとちぎって持って帰って湯がいて食べたいと思います。結構生命力強いですね。コンクリートの割れ目から生えてます。これと似たようなものでこちらですね。こちら小錦草ですね。これは外来種になりますね。これをちぎるとこんな感じで白い液が出てくるんですけども、これは毒があるみたいなので触らない方がいいみたいですね。とりあえず滑り球持ち帰って食べてみたいと思います。はい、ということでですね、お湯が沸きましたので先ほど取ってきた滑り球をこの中に入れようと思います。久々の滑り球、いい匂いですね。これは雑草の中でも割と美味しいものになります。かなり美味しい方じゃないですかね。はい、それでは食べてみたいと思います。美味しいですね。さっと湯通ししただけですけども、これにちょっと塩でもかければ、それがシンプルで簡単にできる滑り比喩の食べ方になります。はい、よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。失礼いたします。